はい、おはようございます。おはようございます。発見発見。おはようございます。おはようございます。ニューアイテムね。それはあれ、森さんのやつ。これなんで動いてるんですか。なんでこれ動いてるんですか。手ぶれ防止の機械です、機材。すげえ。そう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 、すごい。このね、3ヶ月ぐらいでまたいろいろ機材がパワーアップしてるんですよ。やっとあのカメラの一眼のいいやつ買ったのに、またいいやつ、ね、いやでもね、カメラはカメラでやっぱり必要。いや、めちゃくちゃやっぱ違いますね。全然違うから。いや、買ってこうと思って。手ぶれ、あ、すごい、すごいですね。あ、なるほど、すごい。こういうことで、手ぶれ、だからすごいですね。わざとわざとしてもすごい。こうやってね、すごいですね。皆さん、おはようございます。おはようございます。じゃあ今日長丁場ですが、よろしくお願いします。3ヶ月お会いしないと寂しいですね。フフ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 。さて、みゆさん登場しました。来ました。はい、ニューアイテム。また新しいニューアイテム、なんか新しいものですね。そうですね。あー、そう、これ欲しい。今、ここでユニクロのホームレース一番手でいくためにレベルの方をアップしていきたいということでやっていきます。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。5日間にわたって、高橋社長からいろんなことを教えてもらいました。本当に主人と見てたんですけど、一番最初参加した時は全く SEO 対策とかそういうの何が何だか分からないまま、スタートしたんですけども、こうやって終わってみると本当にこれからこれに真剣に取り組まないといけないんだなってことも分かりましたし、動画を使って地域では一番早く取り入れて、で発信して、まあ、何かあの会社新しいこと始めたな、なんか面白いな、で高橋社長のホームページのように何かまた見たくなる、何かこう情報を得たくなるっていう、そういうところまで何とか目指していきたいなというふうに感じました。本当に5日間ありがとうございました。私も、SEO 対策だったりとか言葉しか知らない中ですごい多くのことを教えていただいて、本当にやりたいこともやらなきゃいけないこともやれることも多く出てきたなと思います。なのでこれからのホームページを本当に充実させていく上で、またこれからもいろいろ皆さんのホームページもちょこちょこお邪魔させてもらって、いいところを見たりしてご参加いただけたらなと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。Google Analytics とメールの数字での分析の仕方を教わったりですとか、評価というのを教わったり、教わってですね、これからじゃあどういうふうに取り組んでいったらいいかっていうその考え方を非常に、ね、教わることができました。あとはそれをやるかどうかは自分自身ということで、しっかりさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。今日選んでいただけるお客様、どういうお客様なのかというのがもう明確に分かったかなと、僕のようなこの勉強会を通じて分かった、非常にいい収穫だったかなというふうに思います。で、あまりいろいろ Facebook の中で、売り込み職をあんまり出すとお客様がいい反応を示してくれないというのが本当に分かって、社員が活躍している場面の映像を流すと、たくさんの方々が見てくれて応援をしてくれてるなというのが分かりましたので、これからもっともっと社員の応援を多くして、楽しい糸島を持っていく会社なのかなというふうに表現していきたいなというふうに思います。これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。皆様です。
間お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。あのすごく分かりやすくて楽しく勉強させていただいたなと思ってます。さっき言ったんですけど、ホームページ作ったのは5年ぐらい前で、結構作った時はいいホームページだねと褒められて、それでいい気になってそのまま結構来ちゃったところがあったので、今回こう新しい情報をいっぱいいただいて、いっぱい直さなくちゃいけないことがあるなっていうのにすごい気づかされました。で、この間の2日間があって、今日があることによってやらざるを得ないっていう状況に発表しなくちゃいけないので、ある程度のことでやらなくちゃいけないという状況になったおかげで、どうしてもこう日々の業務が優先になって、何ですか、置いといてもなんとかなってしまうところは、どうしても置いてきがちなところを少しでも手をつけることができたのが本当に良かったと思いますので、またジャムナイさんの方に機会があれば、またご覧の機会を作っていただけると、あのみんなでより一層いいページができるかなとは思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様方へ5日間ありがとうございました。まあ、この5日間本当にあの勉強をしていただきまして、インターネットの世界っていうのは難しいなというふうに感じたのでしたので、まあ、上っ面で、まあ、なんとなくは知っていたんですけれども、こういった形で勉強させていただいて、まあ、あのより深く知ることができたということと、まあ、自分が違うことを上っ面でも違うことは、多く違うんだなっていうのも、まあ、すごく勉強できました。まあ、あとはこれを、実際に実践をしていって、まあ、きちんと形にしていくっていうことが、まあ、非常に大切なのかなというふうに思っております。まあ、今回はちょっと私どもの方ではなかなかホームページの、修正ができずですね、まあ、今回は発表させていただくことも難しかったんですけれども、まあ、それをきちんと次回に、まあ、なるべく早く教えていただいた内容を実践していきたいというふうに思っております。皆さんありがとうございました。いっぱいね、高橋さんに教えてもらってとてもありがたかったんですけども、私のところもちょっといじり方とか見方とかして、うちのホームページも任せきりで全くやってなかったんですけど、まあ、お客さん来ないな、なんか問い合わせ来ないなと思って、もう今日衝撃的に1000ぐらいあるのかなと思ったら100ぐらいだったって思っちゃったので、多分私最低だったっていうことで、いやこれは頑張んなくちゃいけないなと、多分何かよく分かんないですけど、そういうふうに、紙って考えたら甘くなるかもしれないですね。ちょっと私のところはこれを、力入れてやっていかなくちゃならないということをよく思ったんで、ちょっと頑張って、せっかく高橋さんにちょっとホームページ作ったんで、もう少し教えてもらって頑張ってやっていきたいと思うので、よろしくお願いします。皆さん、いかがお疲れ様でした。お疲れ様でした。最初の日本ですと、住宅さんもされたんで、いらっしゃる中でこう、自分のところみたいに住宅が全然できなくなっちゃう話で、大丈夫なのかなっていう不安がすごくあったんですけども、高橋さんの分かりやすい研修で、そのいろんな方とのお話をした中でこう、得られるものがすごくたくさんありました。わからないことだらけだったんですけど、その中でもこうしたらもっとこう自分の会社でも SEO も、やっていけることが見えて、ちょっと不安だらけで、前が何も見えないなって思っていたところから、少し光が見えたように思います。せっかくこう、つながりもできて、またこういう機会があれば、また高め合っていけるかなと思っておりますので、また今後とも何かありますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんもお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回研修に参加して、高橋社長にいろいろなことを教えていただきまして、あと同時に参加されている皆様が会社のホームページをよく見るお時間をいただいて、 Google Analytics とかで比較した時に、自社のホームページが本当に全然ダメなんだなということが分かれたことが良かったなという、すごく収穫だったなと思いました。これからは新しくラバンドの検査を作りたいと思っているように入って、アクセスを2000、販売が10件、まず、あ、まず、目標に、その先どんどん行きますか。はい、目標に、頑張っていきます。ありがとうございました。じゃあ皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いろいろ難しい話から、簡単なことはあんまりなかったかもしれないんですけれど、まあ、やすぐに実行できることと、いや結構ちょっと
引っ越しするの大変そうだなっていうことと、こう大きく2つあったと思うんですけど、まずはやれることをもう毎回研修の時にお話ししてますけど、やれることをとにかくまずやってみてください。やれることで、そのホームページ の, そのデザインとか、まあ、SNS の発信の仕方とかいろいろあるんですけれど、もう最後ね、だからもう絶対に大事なのは Google アナリティクスを必ず見ることを習慣化してほしいんです。あれがないと会話ができないんだ。何が良くて何が悪いのか、そのデザインとか見た目のところっていうのはなんとなくなんですよ、全部。これも毎回お話ししてますけど、じゃなくて数字で全部語ってほしいんです。だから一番大事なのはその Google アナリティクスを見ることということを習慣化してもらって、そして今日の一番最初の30分の講座の中ですね、アクセス数がまずどうなのかというところと、コンバージョン率がどうなのか、この2つだけです。いっぱい難しい話からできることできないことからこうありましたけど、この2つだけ、アクセスどうなのか、コンバージョン率どうなのか、そこの2つだけをまずこう注意してポイントとして見てもらって、だからなぜですね、全部原因を探っていくっていうそのあれを思ってほしいんです。なんでこうなっちゃってるのか、なんでアクセスが少ないのか、多いんだ今月は、なんで今月はコンバージョン率が少ないのか、多いんだということを、なぜなぜなぜっていうその理由を Google アナリティクス見ていくと絶対答えが出てくるっていう風にやっていってほしいんです。ただ見た目のところのバナーがかっこいいとか、ここがかっこいいとか、ここが悪いとか、それは表面的な話です、ね、そんなんじゃないです。そんなんじゃなくて、全部これから会議を毎月毎月皆さんの会社の中でやってほしいんですけれど、 Google アナリティクスないでなしで会議してほしくないです。皆さんのそれ主観だけだから、それってで、なんとなくで、ね、いいんじゃんとかって言って社長のトップダウンできっとね、うちはいいじゃん、それやっちゃえよみたいな話になっていくケースがきっと多くなっちゃうので、絶対にアナリティクスを根拠に書いておきたい。これを忘れないでぜひ頑張っていってほしいなと思います。僕からは以上です。お疲れ様でした。ありがとうございます。あ、すいません。いや、明るい。これから懇親会に行きます。本当に今回いい学びが高橋社長のおかげでできたかなというふうに思います。また、各社書いて改善した結果をまたいい結果の報告ができるように頑張ってまいりましょう。それでは乾杯したいと思います。乾杯。乾杯。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらにも、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様で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 す。だんだんになってる。どうぞ。大丈夫ですか。大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は高橋さんのありがたい一言で今日全員セミナーできました。じゃあ今日は一つコントロールしていきます。ありがとうございます。素晴らしかったね。いやー、よし、俺どこに帰ったらいいのか。山ちゃん来ました。山ちゃん2階に乾杯。行きます。乾杯。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、桜井さん、また来週。すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。そう、入れといてください、とりあえず。すぐ入るんで、インターネットで検索すれば。じゃあ、お疲れ様です。ありがとうございました。どうも、また。ありがとうございます。